今回のチャフィーズトラベルチャンネルは回し寿司カツをご紹介します。訪れたのは西武渋谷店。開店11時に到着で1巡目で入店。64席ある大きな店舗、こちらを利用します。新鮮で質の高いお寿司をリーズナブルに提供する回し寿司カツ。ファミリーには嬉しいボックス席もあるようです。タッチパネルでメニューを見ていきます。本日のおすすめの白子の天ぷらが良さそう。今月のおすすめ、ここからは握り各種。圧倒的なネタの種類、盛り合わせ各種、軍艦、巻物、一品料理と汁物、デザート、とろとろ三貫、白子天ぷら、ベーナスマグロ味噌かけをオーダー。総合ランキングが表示されています。まもなくお寿司と料理が提供されます。まず提供されたのはとろとろ三貫。脂の乗ったビンチョウマグロ、中トロは大きくて持ち上がりません。乗りすぎていない脂がいい感じの大トロ。こちらは本日のおすすめの白子天ぷら。ほのかな甘みと濃厚でクリーミーな味わい、こちらはベーナスマグロ味噌かけ。熱々で提供される大きなベーナス、ベーナスがトロトロでマグロ味噌の味も美味しい一品。次は炙りトロイワシをオーダー。油の乗ったイワシが炙られて引き締まった美味しさ。次は中トロ入り五貫盛り B をオーダー。ブランドメニューで人気の五貫盛り、大きめの中トロ、
こちらはさらに大きい生トロサーモン。ヒラメ。ハマチ。濃厚な旨味の大赤エビ。次はカニ味噌軍艦をオーダー。これはすぐに提供されます。2つで209円の低価格。次はイチジクの田楽をオーダー。揚げたてのフルーティーなイチジクの天ぷらを味噌でいただきます。メニューにはないタコ軍艦が提供されています。その日の仕入れにより提供されるものをいただくのも楽しい。コリコリのタコブツの軍艦、こちらは切り落とし軍艦。青の皿での提供だから176円。ハマチやマグロの切り落とし。デザートに猫プリンをオーダーします。かわいいミルクプリンでした。今回のチャキトラは回し寿司かつ緑をご紹介しました。いつもいいねとコメントありがとうございます。ベルマークのクリックとチャンネル登録もよろしくお願いします。